M61 は、乙女座の渦巻き銀河である。乙女座銀河団に属しており、南の外れに位置している。回転軸を我々の銀河に向けている、フェースオン銀河で、腕の構造がよくわかる。規模は大体いい我々の銀河系と同程度とされている。乙女座銀河団の中では、大きい方であるが、ギリギリ5センチメートルの望遠鏡で見たという報告がある。 後傾1 0トルの望遠鏡では条件が良ければ中央部とそれを取り巻く拡散した部分が見える。マラスのスケッチでは外側3箇所にぼんやりとした三角形の斑点が描かれている。これは腕であると思われている。後傾2 0トルでは腕の濃淡が見えてくるがはっきりしない。後傾3 0トルで腕の濃淡もわかり素晴らしい眺めになる。 2015年末時点で、s n 千九百二十六 a s n 千九百六十一 i s n 千九百六十四回、s n 千九九百十九グラム n s n 二千六 o v s n 二千八8 i n s n 二千十四 d t とメシエ天体としては、最多の七つの超新星の出現が観測されている。このうち、s n 二千六 o v s n 二千八8 i n SN2014DT は日本のアマチュア天文家、板垣孝一が発見している。1779年5月5日にバルナバスオリアニが水星の観測中に発見した。オリアニは非常に青白く水星の各そっくりであると記録を残している。同じ日にシャルル・メシエも観測していたが、メシエは当初水星であると勘違いしていた。 メシエは6日後の5月11日に、水星ではないことに気づき、星雲。極めてかすかなので、識別困難と記録した。も、水星検索中に発見している。ウィリアム・ヘンリー・スミスは、大きな青白い星雲。極めて微光だが、メシエが3.5フィートの望遠鏡で同定したのは、なんとも驚きで、興奮さえする。私の危機では、 条件が良い時の未中央が輝くのが見えた。ウィリアム・ハーシェルの望遠鏡では、角が2個あるのを見たが、間隔は90で4個の微光星が光属するとした。ロス鏡は2個の角があり、中央が明るく過剰。12、他の星雲が北光属とした。ありがとうございます。